最初の一人になるのはみんな嫌がるんですよ。実務的な感覚でもって絶対に常習だと、一回味を占めたら同じことを必ずしてるはずだと。海外の方でもなんかあのプロデューサーにそういうことを言われたとか、まあ、日本でもそうなんですけど、あの一人が言い始めたら周りもみんな賛同してわーってなるっていうのがあると思うんですけど、はい、それってなんか一人が訴えるよりたくさんの人が声を上げた方がなんかそういう罪に問われる確率が高くなるとか、そういうこともあるんですか？罪というかですね、その業界でもともと力のある人がそういう、まあ、悪いことをするわけですよ。そうすると一人だけが声を上げたら潰されてしまうでしょ。だからまずその最初の一人になるのはみんな嫌がるんですよ、その業界で仕事したいと思ってればね。だからむしろその大物プロデューサーなり大物監督を切ろうとして逆に切られてしまうという状況になることが明らかだから、みんなこう黙ってるわけですよね。一人二人三人と声を上げ始めると社会の空気が変わるじゃないですか。ってことはこの人はこの業界で大物だったのが逆にこの人がこの業界から干されてしまうと、社会の圧力によって。そういうふうな空気を感じるから2人目3人目4人目が次々と名乗り出るんですよね。だから1人目で声を上げるのはすごく勇気がいると。自分が干される、そこの業界でもう二度と仕事ができなくなることを覚悟した上で名乗り出て、次次次とこう名乗り出てくれたことによって、やっぱりこの人は正しかったんだ、こいつが間違っていたんだっていうふうに社会が認めてくれる、そういう状況になるかどうかはこれやってみないと分かんないんで、賭けなんですよね。我々あの弁護士はこういうケースはですね、相談があった時は必ずこう言うんです。その人は絶対に常習犯だから同じような被害者を見つけましょうと。であなたがその業界の人なんだから業界の人の人脈があるでしょと、その人たちにいろいろ聞いてくださいと、聞いたら必ず出てくるからと。で、さまざまなケースがあります。実際に名乗り出てくれるケースもあるし、1対1なら話をするけれどもそれ以上大ごとになるんだったら一切話をしませんっていう人が何人もいると。つまりこれを訴えたいので、あなたももし被害者だったら一緒に訴えましょう、そうしないと信用してくれませんから誰もと。場合によっては刑事告訴するケースもあるんだけど、その場合でも警察が信用してくれないので、同じように被害があったんだったら私と一緒に被害届を出してくださいっていうふうに言うんですけど、それは嫌だと。確かに自分は被害に遭ったけれどもそういうリスクは犯せませんって人ばっかりだったりね、あるいはもうそんな業界はもう自分は足を洗ったからもう違う業界で生きていくので自分も声を上げますとかね、そういうことになるんですよね、そういうケースっていうのは。はい、まあ、これはもう実務的な感覚でもって絶対に常習だと、もう行為の対応からして初めてのはずがないと、一回味を占めたら同じことを必ずしてるはずだと、一般的には我々はそういう見方をします。それでそういう証拠を集めるということなんでね。はい、訴えを起こすときって、はい、自分の名前をとか素性を明かさないと訴えって起こせないってことなんですか？訴訟となると訴状に書かなければしょうがないですね。誰にも分かんないようにするっては難しい。匿名で起こすってことはできないですね。まあそういう話は昔からいくらでも聞きますもんね。だからこれまでもいろいろあったんだと思いますよ。みんながみんなではもちろんないんですけどね。はい。チャンネル登録、高評価していただけると励みになります。